あの来年3月に卒業見込みの方の在留資格変更申請ですね例年12月ぐらいから申請を受け付けてもらいますただあの審査結果を受け取る時に学校を卒業し,てした証明がないと在留カードはもらえないため学校はちゃんと卒業しましょう